おはようございます。黒バラ軍団の次郎です。本日は貴公南守口店に来させていただいております。抽選の人数が250人から300人ぐらいの間だったんですけれども、抽選番号が117番という少し微妙な番号を引いてしまったんですけれども、狙い台である北斗天星の将バジリスク2オス番長2あたりを、中心に攻めていきたいなと思っております。新台も少し触れてみたかったんですけれども、勝ちにこだわる実戦ということなんで、打ち慣れたさっきの3機種を中心に稼働していこうと思います。よろしくお願いします。前日下見させてもらった時に、狙い台があったんですけれども、まあ、他のお客さんに取られたということもあって、2番候補の、この北斗の拳天星の将の台を打っていきたいと思います。前日の下見時に、閉店時に、出目を一応覚えてきたんですけれども、朝一出目が変わってるんで、ガクンチェックによる変更判別はできないと思うんで、このまま回していきたいと思います。出てきたんで、多分追加での強制到達か、もしくは多分前兆は来てなかったんで、まあ解除ゲーム数での解除っていうことではないと思いますけど、多分追加解除なんで、まあ設定完売予想としてはいいポイントなんですけれども、変更判別がこれでなかったんで、まあちょっとそこは残念かなと思いますけど、まあ設定要素としてはすごいいい要素なんで打っていきたいと思います。俺たちの8ゲーム目にラオウ出現で AT 確定したんで、きっと追加の強制解除だと思うんで、設定推測要素としてはすごいいい要素です。暑いですね。勝負だがここです。レイス、ありがとうございます。勝負だが3つで継続しましょう。じゃあ8個でいきます。勝ちましたね。まあ、真の時は太陽薬が出るなんで、あまり勝つことはないんですけど、まあ、たまにこういった裏切りとかもあるんで嬉しいですね。3つだとちょっと継続は厳しいんですけど、まあ、少ないチャンスものにできたら
まあ、何が起こるか分からない AT なんで頑張ります。50% ですね。残念。まあでも当時150枚に対して1148枚の、回収やったんで、まあ朝一の立ち上がりとしては結構楽な立ち上がりやったんじゃないかなと思います。いきなり256アベシを超えてしまって、前半の時突入率も今日ジュリーからでしか行ってないんで、まあ、粘る理由はないんですけれども、まあ、朝一追加解除があったんで、まあ、もうちょっとだけ様子見てみようと思います。前半行きましたね。まあ、ここでなんとか、1400付近まではまってしまいそうなんで、まあ、なんとか2、300アベシぐらいは貯めていきたいなと思います。追加での強制解除ですね。2回目の強制解除なんで、結構宣伝推測要素的にはいいですね。779ゲームの、1391アベシで解除しました。追加からの強制解除ですね。追加投手はありませんでした。単発でしたね。まあ、気を取り直して、次の初当たり稼いでいきたいと思います。やっと当たりました。646ゲーム1475アベシですね。投資の方が1100枚までいってるんで、まあ半分以上は取り返したいなと、これぐらいを目標に AT 頑張っていきます。赤オーラですね。まあ、AT レベルもしかしたら3あったりするのかもしれないんで、まあ勝負どころですね。3発114枚です。他の台の挙動見ていきます。空き台がほとんどないんですけど、まあ、唯一見つけた空き台の中に、まあ、671アベシがあったんですけど、まあ、普段の天井狙いは700アベシぐらいから行きたいんですけど、まあ、このお店平均設定も高いんで、通常 B 選択率というのも高いと思うんで、671アベシから打っていきたいと思います。
動してきた理由なんですけれども、時間も限られてまして今日チェリーからの直撃ですね。絶対にリプレイ確定なんですけれども、赤灘狙ってベルまで滑ってきたらこれは1点してチャンスでベルリップなんで、これだと勝利期待度 50% あります。負けましたね。北斗百レスケなんでこれはチャンスですね。ありがとうございます。終わりましたね。569枚でした。なかなか打てる台がないんで、まあ今打ってる北斗256ゲームまで回してみるか、まあちょっと周りの様子見ながら、まあ自分の台を打っていきたいと思います。確定しましたね。よかったです。これやっぱ大事なのは投手 M 確定した状態からどれぐらいアベシ溜めれるかやと思うんで、まあ、次の当たりまでつなげれるぐらい溜め切りたいんですけどね。21ゲーム93アベシファイトです。50% ですね。あ、すいません。来ましたね。絶対揃います。ありがとうございます。まあ、平均上乗せが8個か9個ぐらいやったと思うんで、まあ、大体そこら辺まで行ったらいいんですけど、まあ、あんまりねこれ6個とか7個の時も結構あるんで、継続しました。継続しました。ここでジェリーですね。ありがとうございます。いいっすね。17個はありがたいっすね。ありがとうございます。3つしかないんですけど、まあ初心に戻った気持ちで継続できるように頑張ります。暑いですね。ありがとうございます。
真剣勝負いきます。ちょうど今3000倍出ましたね。芯なんで確定ですね。いきます。25% でスペシャルバトル行くんでちょっと期待したいですよね。スペシャルバトルなしでした。勝負玉は5個ですね。AD 戦ゲーム消化しました。ラスト1個リプレイで勝利です。揃えますね。ありがとうございます。2回目ですね。百裂ラムで出たこの勝負玉たちを、まあ、今回で終わらせないようにしていくことだと思います。今回だけは継続したいですね。勝負玉8個です。謝りたいですね。まあ、でも3759枚獲得できたんで満足です。213アベシ残ってるんでこれで解除できたら嬉しいですね。解除しましたね。79アベシです。まだ残り134残ってるんで次も楽しみですね。3954枚単発でしょ。惜しくも4000枚いかなかったですね。134アベシあります。解除しましたね。81アベシで解除しました。じゃあ勝負玉4つで真剣勝負いってみたいと思います。
まあ、単発続いてるんでここはどうしても継続したいですね。単発でしたね。でも獲得枚数が4102枚まで伸びてくれたんで良かったです。53安倍氏解除なしでした。電波の伝承モードが残ってるかちょっと確認したんですけど、まあ残ってなさそうなんでちょっと一旦他の台を見ようかなと思います。これ打ちます。 AKB の95ゲームやめなんですけれども、128まで結構、40% ほどヒット率あるんでとりあえずこれ打ちます。箱だけ残してあとは換金しました。3456枚でした。では AKB 打ちに行きます。AKB は128ゲームまでで解除率が 40% ぐらいありまして、でその多くは100後半100から128ゲームの間で解除することが多いんで、まあ、結構中途半端なゲーム数でやめてやったら128まで打ち切ることをお勧めします。48秒物語ですね。これ僕一番好きな演出なんで、まあ一番熱いっていうのもあるんですけど、いきます。あれからのありがとうございます。じゃんけんボーナスですね。これ僕いつも出すやつ決めてるんですけど、右リールに48図柄を狙って枠内に止まれば一角で、止まらなかったら、否定なんで、結構それが気持ちよくていつも右狙ってるんで今回も右狙います。これでもうなしです。終わりました。決勝タイトルの動画いつもと違うぞ。ワン、ツー、チャンス目ですね。まだまだ、もっともっと、押し面チャンスはなしでした。もう一回行く。ありました。押し面チャンス中はベルで 10% 解除してくれるんで、まあ、何回もベル引いた方が得なんですけど、まあ、なかなかベル確率もそんなに高くないんで出にくいですけどね。中フラッシュになってますね。
ラクテです。申します。ありがとうございます。ダメで ARD 突入させます。できましたね。乗せるかがやっぱ大事なんで。乗せ。工場ゲームいいですね。最低保証の3回でしたね。でも70ゲーム十分です。なんかレア役できましたね。今日ジェリーですね。叫べて20ゲームです。ボーナスの前兆ステージですね。100ゲーム消化の377枚回収ですね。まあ普段からしている立ち回りなんですけれども、 AKB48 に関しましては、0から128ゲーム以内にヒット率が 40% ぐらいあるんですけど、ほとんどが、128手前ぐらいで選ばれやすいんで、ボーナスもしくは ART 終了後、結構思い切って他に打ちたいであるときは0ゲームやめします。台数も多いんで、多分深いやべしゲーム数とかは、拾いやすいと思うんですけど、どうしても稼働が良すぎて空き台が1台もない状態となってるんで、打てる台が結構なくなってきましたね。これ打ちます。ですけれども、通常 A の場合400ゲーム450ゲームまでに前兆が来て当たることが多いんですけど、もし通常 B の場合350から400の間で前兆が来てるんで、もしかしたら前任者は通常 B と見切ってやめたのかもしれないですけど、まあ、他に打つ台もないんで打っていきます。50ゲームまでがゾーンなんですけど、まあ、それまでに前兆が来て当たるんで、ここで前兆が来てないということは多分通常 B やったってことだと思います。だから無駄なコイン使いたくないんでもうやめます。
ろんな機種見て回ったんですけど、やっぱり稼働率がどうしても高くて、アキダイ自体がそもそもないですし、アキダイの中で期待値がある台っていうのはなかなか見当たらなかったんで、この持ってるコインも交換しちゃいます。回収がこんだけでした。お疲れ様でした。稼働終了させていただきます。夕方ぐらいから結構お客さんも増えられて、ゾーン狙い天井狙いが結構しにくくなってきたんで、まあ、時間も時間なんで設定狙いはなかなかできないんで、今日はちょっと早いですけれども稼働終了させていただきます。本日の立ち回りの反省なんですけれども、出玉の要因が引きによる部分が結構大きかったので、なかなか立ち回って出玉を見せれたわけじゃないので、そこが次回の反省点かなと思いました。本日の出玉なんですけれども、投資が1100枚の回収3456枚と1072枚で、サマイが3428枚です。勝利のポイントが3ポイントと、サマイのポイントで、3000枚なんで3ポイントもらいましたので、残り19ポイント、また次回からも頑張らせていただきます。よろしくお願いします。